ゼルダゲームチャンネルへようこそ。今回も 2D ゼルダライクゲームのオーシャンズハートの続きをプレイしていきます。さて、海賊のアジトに潜入ということで、忍び込みそうなものを探しに行きましょうかね。まあね、すぐ見つかるんじゃないかな。貯蔵庫に入るってことは食べ物関連だろうね。港に来ました。なんか侵入できそうなものがあるみたいなんでって言ってたら早速あったね。あからさまな樽がある。開いてるもんね。ちょっと調べよう。なんだかそそられる樽だ。中に入って蓋を閉めれば拾われて海賊評議会の貯蔵庫まで運んでくれるかもしれない。ワンピースかな。だってさ、ではこれがあの海王の剣だというのか。海王とかな、海賊王だもんな。ブルータスらしき人物、それがこれがそうだって部下は言ってますぜ。羽衣遺跡が見つけたんだ。ああ、剣の持ち主ね。旦那ではない、私のことは黒ひげと呼べ。わあ、黒ひげ強そう。イエスさん、ミスター黒ひげですが、これを持ってたやつらがそう言い張ってたんです。本物の海王の剣だって。海の祝福を受けており、どんな鎧も切れ先に呪いも解いてしまう。ここは一つ試してみるとするか。誰切る、誰試すの。切れねえ。生クラだ。こいつは偽物だ。なんかいい知らせだぞ。本物の海王の剣は永遠に見つからない。オーシャンズハートを手に入れれば、海王の剣は数少ない脅威の一つになり得るからな。まあいい。ガブリロ、私がいるうちのお前に頼みたいことがある。どうしました、ボス。古い友人のタイム船長が海賊評議会を脱退してな。奴は今どこで身を隠しているか、アジトの場所はわからないが、見つけ出すのだ。海賊評議会を抜ければどんな目に遭うか、奴は知っているだろうからな。オークヘイブンに行くんだ、黒ひげは。海図を手に入れたと聞いた。それが本当だとすれば、オーシャンズハートを手に入れる日も遠くはないだろう。そいつは最高だぜ。この厄介な物を求めて何年経ったかわからね。ブルータスか。だからヒゲの旦那じゃ、あ、あの右側のやつがブルータスか。はい、無事侵入成功ということなんだけど、まあ、こっからかな。どうやってあの剣の元に行くかだよね。あんだけキラキラしてるんだったら、ちょっと武器として欲しいかな。今のお下がり剣はね、ちょっとね。あとさ、このギミック、もろにゼルダのやつだよね。マジか。まんま持ってくるのすげえな。これは隠れながら行こう。で、ここスイッチあるか、スイッチ押して、右行ける。あー、でも鍵必要か。なんかすごい物騒なもの持ってるやついるけど、後回しだね。で、左の方は？あー、ギミックか。あのスイッチ押したらどうなるんだろうね。ちょっとあれ押し行きたいね。ポチッと。え、これだけ？周りなんもない？一応なんか掴めるんだけど、掴めるだけか。なんかこういうの一個だけさ、動かせるとかありそうだよね。ないんかな？ないのか。見せかけだけか。さ、これで、下行くと？あー、外か。じゃあ、上？あ、上だ。さあ、これは、まず左から行こうか。左はどんな感じ？なんか石いる。いや、ちょっとね、こんなやついるよね。ゼルダ、いるよね。ブレワイでいるよね。うわー、すげえ。ま、でけえのとかまんまだもん。いやー、しかもキンキン言う。やばいやばいやばい。詰められてる、詰められてる。やばい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 。やばい。よし、ゲットー。やっぶな。え、これ、どうやって、いてぇ。一回一回、しかも、攻撃できないからな。はいはい。剣の攻撃は効かないと。ああ、爆弾でも無理だって。じゃあなんで倒すんだろう。やば、強いよね。これ、次、右かな？あ、お宝ある。これは、何もないかな。じゃあ、鍵開けれるとこまで行こっか。さあ、来たけど、あいつ大砲撃ってるの、ハンドキャノンもしかして。やばい。やばい、ハンドキャノンやばい。あれ、絶対ダメージ高いでしょ。一撃で死にそうなんだよ。でか、全然こいつ死なない、しぶといね。
全然死なないまだまだ死なないのまだよしこれで、あー倒せた。めっちゃライフ高いじゃん。なかなか海賊強いね。いや武器が弱いだけなのかな。あ、部屋来た。金が埋め込まれて、とっても派手な剣がテーブルの上置かれてる。あ、ゲットできないのか。なんだそれ、武器になるのかなと思ったら、でもた、単純に自分が今使ってる武器よりか強そうな気はするんだけどね。でかいし。いやー、ダメなのか。せめて撃ってお金にしたかったな。さあ、地下。なんか鉄球多いね。道塞いでるってことは何かしら鉄球を動かす方法があるのか。わ、この財宝なんか一つぐらい取っていかないかな。お金ならんかなね、人助けしてるからちょっとぐらいいいような気はするんだけどな。お、ギミックあるね。これはまあ盗賊倒していいか、盗賊と海賊倒していいか。あ、開いた。あー、てか武器で殴っても開けるんだね、ギミック的にね。へえ。あ、また大砲の弾。弾多いな。え、なんかあるかな。大砲だって持つとかそれぐらいしかないよね、ギミック的にね。あ、右下いた。よし、じゃあ右下の方行こっか。なかなかね、大変だよね。下も行けないしな。左側は？ここはまあ余裕で通れる。あ、海賊がいっぱいいる。これ倒したらなんかもらえるのかな。ほらほらほら、壁にはめれば連打切り、連打切り、大体連打切りすればどうにかなるか。あ、鍵だ。へえ。じゃあこれは今から使う感じか。左の扉は開いてないね。なんかギミックで開けるのかな。じゃあ右の方行って、なんか本あるね。ミューアン王国に関する本らしいよ。へえ、何なんだろうね。船長の手紙があるらしい。撃ってくるねちょっとでも隙間あれば撃ってくるな、あいつ。落ちないのか。あー、岩のやつは落ちないらしい。しかも通れないっていう判定だと思うな。これやばいな。あ、スイッチだ。これでどっか開くかな。まあ、ちょっと回復しとこう。いやー、ってことはやっぱ大砲だね。これ動かす方法見つけないとダメだね。よし、鍵屋なんとこまで来たよ。で、右左開いてる。あ、これ回復だ。よし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 。赤壺欲しいね。いっぱい欲しいね。回復助かる。左微妙だったね。右側は何がある。あー、絶対これ抜ける床でしょう。ほらほら、こんなのあったもん。こんなのあった気がするあ、爆弾だ。いや、でもさ、爆弾さ、あれ使えなかったよね。岩のやつ倒せないもんね。役立たないんだよな、まだ。でも手に入るってことは何かしら仕掛けがあるんだろうね。遅いなぁ。よしよし、まあまあ普通にね。あー、ギミックか。壺がある。あ、これもしかして壺投げるんじゃない？ういっ。よし、オッケー。だからね、上に乗りながら投げるでいいよね。多分これだって、ね、乗らなかったら逆に届かないっていうか、閉じ込められるからね。あ、戻ってきた。あー、海賊いる。ほらほら、もう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 連打切りだけに、もう近寄らん。お前らが勝手に来るから近寄らんここら辺は何もなし。いた。意外とね、意外とね、踏み込み切りが。よし、これで扉開いて、これだけか。あー、じゃあ、そうだね。宝はあるけど、スイッチは？いや、何も反応しないな。これってさ、爆弾で壊せるの？いや、でもこれで壊せるってなったらコスト高いよね。あ、やっぱ壊れないか。押すこともできないしね。じゃあ、宝開ける？
多くのお守りだって。へえ、木の力を感じると。重い物体を持ち上げられる、まさか。アイテムランティは、あ、右下にあるね。うん。これでもしかして鉄球持つの？なんかあれだね、パワーグローブ系だね。そうか、これで鉄球持って通れなかった道が通れるわけか。さあ鉄球持ってドン、はい、乗っていこう。まあ岩がいる。これ、あ、倒せる？あ、倒せる倒せる。よしよし、これで倒せるようになった。よし、じゃあ怖いもんなしやかい。わあ、ちょっと違う違う。よし、あ、一発じゃないのか。いや、これはなんだ、なんか投げる角によってダメージ違うのか。いや、これ投げるの大変だな。まあでもちっちゃい子だったらね、ブシュブシュすれば OK。 よし、持っていこう。あ、お宝だ。またお宝。なんか右変な石像あるけど何も反応しないね。あ、鍵ゲット。じゃあこれでまた鍵開けに行こっか。結構大変だな。さあ戻ってきた。で左の方に来て、ここだね、大砲のところ。これで一回道開けて、なんかスイッチあるね。あー、大砲でスイッチ押せないんだ。乗ると、あー出てきた、弾が出てきた。この弾ってさ、なんか使えんのかな。でもあの岩壁あるよね、あれ大砲の弾で壊せる、もしかして。あー壊せたね。結構いろんなもの壊せるようになるんだね。なんかある、隠し。いや、ないか、ないのか。あー消える床だ。これ投げたら、あ、やっぱ消えるのか。よし、行こう行こう行こう。よしよしよし、ギリ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 、いけた。あーでもそういうことか。さあ持ってきたよ、ドン。よし、これでお宝だ。あー、これなんか左下の部屋つながったね。で鍵も2つか。じゃあ鍵2つ一気に使う感じなのかな。あ、下の方に来たよ。下の方で、うん、ここ大砲の弾動かして、まあ持っていこうかね。鍵穴があるね。あー、下のスイッチ押さないといけないんだ。あー、これはダメか。ちなみにこれ大砲で、まあ、壊せないよね、引っかかるもんね。あ、しかも、あー取れた取れた。意外とさ、この大砲の弾壁引っかかるからね、めり込むっていうかさ。あ、これさ、大砲の弾さ、この回ってるぐるぐるしてる、いてぐるぐるしてるやつ止めれるんやろか。当たってないか。この辺りかっぽい。あー、すり抜けちゃってるね。20クラン、お金か。まあお金手に入る方法今少ないからね、全然ありがたいな。大砲部屋か。また大砲部屋か。あー、岩のやついる。これ大砲持っていくってことか。これ持っていって、でも相手もハンドキャノン野郎いるんだよな。おお、縦になって爆発した。あー、そういう使い方もできるのか。これ大丈夫？あ、いるいる。いやー、一撃じゃない。寄せて寄せ、痛い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 。寄せたいけど意外と寄せれない。もう一回。よし、あともうちょっとピンチだけど、ちょっと待って待って、ちっちゃいのよりちっちゃいのよ。これは回復しとこう、念のため。これあれだな、でかいやつに当てる分にはいいけど、ちっちゃいやつは無理だ。ちょっと弾を縦にして、よしよしよし。これであとはスイッチを押して進む感じかな。まあ念のため持っとこうか。体力とかスタミナないからね。スタミナある。ああ、じゃあもう一つとか二つぐらいスイッチある、もしかして。開かないのね。あ、いたいた。おい、いいよ、そこにドンって打ちなさい。よし。ほらほら、自分の弾で苦しめ。いや、マジでな。あれ、武器として欲しいよね。あれ、ちょっと待って。大砲の弾がめり込んだ。めり込むのか。あー、ちっちゃいのでまたいるわ。あー、じゃあ倒して回収しに行かないといけないね。大砲の弾ね。はい、持ってきた。ドン。これで、そうだね、通れるね。じゃあ、右開いたんで入って、あ、ブルータスだ。
ブルータス、ここにいたか、貴様は。俺何してる、まさか海王の剣を盗むつもりか。残念ながらそいつは偽物だぜ。飛んだ笑い者だな、ははは。違うわ、私はあなたたちがケレプトンから盗んできた海図を返してもらいたいだけなの。いや、正義のヒーロー気取りか。だがやはりお前は笑い者だ。あの海図じゃ嵐の島へはたどり着けなかったからな。いいえ、返してほしい理由は別にあるわ。だから笑い者にならないわ。そんなことは関係ねえ。今からお前ぶっ潰してやるから、自分の死亡記事でも書いてほしいって考えておきな。あ、とりあえず大砲の弾いけー。いや、結構ダッシュしてくるな、意外と肉弾戦。よし、避けてドン。あれ、いた、変なローリングしてしまう。とりあえず回復して、あれ動かなくなったね。あれ、これはこれはもしやフルボッコタイムがほら、ちょっとまず大砲の弾でもう動き完全に止めてやって、よしよし、こうだ。あー、これ背中止めたいね。これ入れる、いや、これは狭くて入れないか。ここら辺、いやー無理か、もういいや、投げちゃおう。あら、どんどんはまってる。よし、どんどんはめて、これもしかってさあと足をさ、バッタバッタ去ってたもんね。多分ダメージ食らってたんだろうな、あれ。いやー、最弱のボスだったな。大砲の弾を置いてるのが悪いね。さあ、着いた。あ、明らかに海図が入ってその宝箱がある。あ、宝箱ゲット。お、入り口まで戻った。じゃあ届けに行こうか。あれ、話せない。持ってきたよ。はい、どうぞ。分かった、事の真相はこうだ。少し前に彼は僕の店に来て、海図評議会について尋ねてきた。僕には知る由もない。だが海賊たちの結束だけが目的じゃないことは確かだ。奴らの目的は海図が、それとも僕を痛みつけるためか。マロが奴らを追っ払ってくれたんだ。捕まったのか。戻ってきた時には足に怪我をしていた。だから傷口を塗ってやったんだ。破れた地図を直すようにね。だけどこの鍵を忘れていってね。何の鍵かはわからないが、もし彼にあったら返してやってくれ。父がなくした古い鍵を手に入れた。何の鍵かわからない。今はなくさず持っておいて、他の手がかりを探そう。さあ、鍵ゲットしたってことで、そうだね。クエスト的に、まだ違うところに行かないといけないかな。王妃峠の方か。ちょっとそっちの方行ってみようかね。さあ、逃避峠のためにこっちまで戻ってきたんだけど、ちょっとね、探索もしときたいなと思うんで、アイテム集めながらね、回復も欲しいしね。まだまだちょっと回復にお金を割く感じはないかな。ここなんかある？あ、扉がある。あ、鍵置いた。あ、もしかして、親父の鍵ってこれのこと？なんかあるのかな？いいアイテム。いや、いいアイテムとかボスいるわ。やべえ、やべえ、やべえ。横すごい動いてる。あ、いや、待て待て、魔法、魔法それ。弾幕じゃん、いきなり。え、危ない、いてていてて。やばいやばい、ダッシュと魔法、それがやばい。痛いな。いやー痛えー、ちょっと、はめないで、はめないで、痛い痛い痛い。あー、もう大変。ちょっと待って、こっち来ないかな。壁入ってこっちで攻撃できるかな。ほら来い、タックル。よし、よしよし、今今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 これか。あ、でも見るからに4つの魔法ありそうだね。これ何？稲妻が掘られてる。稲妻が掘られてる。え、これもしかして魔法を唱える感じかな。おー。綺麗に稲妻落ちてたね。じゃあ出て、また行こっか。移動していこっかね。さあ、西にどんどん進んできたんだけど、いろんなところまで来たね。結構離れたところまで来た。足当たって。リンゴもゲット。あ、オークちゃんもちょっと倒してみたいよね。
2、あ、2発だ。強くなってる。それなりに火力上がったね。剣のダメージね。あ、逃避岬だ。やっと着いた。とりあえずやることとしては、メインが、画面が、あ、調べるのか。そうだね。まあじゃあ今回ここまでしましょうかね。魔法も手に入れたし、いい感じなんでここまでにしましょう。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。